ですけど、人の家族ってその家族はそれが当たり前だと思って暮らしてるけど、人の家族の生活を覗いた時ってちょっと奇妙なこととかありますそれ当たり前だと思ってました。でそういうのが凝縮された映画になってるのかなと思いますけど、出てくる主人公たちの家族っていうのはめちゃめちゃ最初からヘンテコですから。そうですよね。年齢設定的なことから言ってもなんでこんなにヘンテコなんだろうなって思いながら見ていただいて、それで正解なんで、